ペンギン村はゲンゴロウ島にある一つの村である。ゲンゴロウ島には他にアゲハ町、モンシロ町、カナリア村がある。村は平和でのんびりとしているようにも見えるが、パトカーを壊して遊ぶ中学生がいたり、身代金目的の誘拐や銀行強盗などの凶悪犯罪が何件か発生し、治安は良くない。人間と共に人語を話し二足歩行する動物や怪獣なんかも住んでいる。第2回ペンギングランプリであられが村長になる前は、メガネをかけたペンギンが村長だった。作者が愛知県清須市出身ということもあり、その地域で使われる方言が作中で多用されている。ペンギン村で一番高い山は123。ペンギン村では9000円あったら自動車が買える。ゲンゴロウ島自動車学校は看板に合格率 100% と謳っている。法規テストで太郎が駐車禁止の標識を正しく答えただけで合格できた。また実地テストでは自転車の運転ができたら合格となった。住民としての怪獣と村の外から来る怪獣では扱いが違い、外から来た怪獣に関しては通常の警察ではなくウルチョラ警備隊が出動する。